皆様こんにちは。今回はフォートナイトのサウンドウェーブシリーズについてお話しさせていただこうかと思います。日程や詳しい参加方法は動画概要欄のタイムスタンプをご用意していますので、目的の時間までスキップされてくださいませ。また私は星野源さんのファンでもあり、絶賛フォトナにもハマっていまして、誠に僭越ながら両者のファンとして音楽に焦点を当ててご紹介させていただこうかと思います。ではまず、そもそもサウンドウェーブシリーズとはですが、サウンドウェーブシリーズはフォートナイトのゲーム内で行われるミュージックショーのことで、その最大の特徴は自分もライブ会場にいるかのような体験ができ、かつ特定の操作行動もできるようにしていることです。このようにコンテンツを発信する送り手であるアーティストと、そのコンテンツを受け取る受け手である利用者の両者の関係性が、アーティスト側からの一方向だけではなく、利用者も参加して双方向性のあるものをインタラクティブサービスと呼んでいます。日本で例を挙げると、リアルタイムで視聴者にアンケートや投票を取って、それがテレビ番組の結果につながる NHK 携帯大喜利や M1 などや、番組中リモコンの赤青黄緑ボタンを押してください的なクイズ形式があるものもインタラクティブサービスの一つです。最初のサウンドウェーブシリーズは2021年10月に開催され、アーチとはエジプトのミュージシャンモハマド・ハマキさんでした。ついで2022年1月にオーストラリアのトーンズ&アイさん、2022年4月にはブラジルのエミシーダさん、そして第4弾目のサウンドウェーブシリーズのアーチとが我らが日本の星野源さんです。日程は2022年6月9日から6月12日までの3日間開催される予定です。またサウンドウェーブシリーズを視聴するとフォートナイトのゲーム内で使えるスプレーの特典があります。第1弾ではピンク色のスプレーで、第2弾ではオレンジ色、第3弾ではライトグリーンでした。星野源さんの第4弾では青色のスプレーを手に入れることができるそうです。またアイテムショップではそれぞれ各アーティストのロビートラット、エモートが限定発売されています。第4弾の星野源さんでもそれは例外ではなく、恋ダンスのエモートが発売されると噂されています。では肝心の参加方法ですが、2通りありまして、1つ目は予定時刻近くになったらフォートナイト内のロビーでゲームモードの変更ボタンを選択します。すると星野源さんのサウンドウェーブシリーズとあると思いますので選択し、再びロビーに戻ってプレイボタンをクリックしてください。プレイボタンが押せたらサウンドウェーブシリーズが待機状態になり、時間になると自動的に開始されます。もう一つの方法はクリエイティブモードで6831-7094-7130と入力してクリエイティブ棟へ入ってください。するとサウンドウェーブシリーズ現星野と出てくるので、左下にある黄色いボタンのプレイを押します。プレイを押すとロビーに戻るので、今度はロビー右下のプレイを押します。ちなみに一人でサウンドウェーブシリーズをプレイしたい場合には、必ずプライベートゲームの設定にしてください。これでサウンドウェーブシリーズに入ることができました。ちなみにまだ予定前なので、謎の真っ白な島へ上陸します。さてサウンドウェーブシリーズを制作しているのはエピックゲームズとは別会社である 3D ラボという会社で、フォートナイト公式のクリエイティブなどを作成しています。今回の星野源さんのサウンドウェーブシリーズも 3D ラボが制作しているそうです。セットリストはアニメスパイファミリーのエンディング曲で最新曲でもある喜劇や大人気曲の恋など全6曲が公開される予定だそうです。超楽しみですね。さてここからは星野源さんという人物についてです。星野源さんをご紹介する上で欠かせないのがサケロックというバンドの存在です。サケロックは星野源さんがリーダーを務めていた2015年に解散したバンドで、最大の特徴は歌詞や歌唱のない演奏だけのインストゥルメンタルミュージックを主軸としていました。同じインストでもある定番のスカやジャズでもないし、ロックでもないし、いわゆる日本の歌謡曲でもない、それらではないとは言いつつもそれらみたいなところあるといった、そんな不思議で魅力的な音楽を奏でる最高のバンドでした。またシンプルだけど単純ではなく、いろいろ混じっていて聞いたことがないような音楽なのですが、なぜかどこか懐かしくもありました。星野源さんはサケロックのギターやマリンバを担当していて、他にはボーカルや時たまドラムをしていました。
私はサケロックの DVD で星野源さんがマリンバを細野晴臣さんに褒められたと嬉しそうに言っているシーンが印象に残っています。サケロックの音楽性を言葉で説明するのは難しいのですが、サケロックが2006年に発表したソング・オブ・インストゥルメンタルというアルバムの題名は直訳すると歌詞や歌唱のない曲の歌となり、声の入らないジャンルの音楽なのにその歌という一見矛盾しているかのように感じますが、サケロックはまさにそれを矛盾なく表現しているようなバンドだといいます。メンバーも超魅力的で、現在俳優としても活躍するトロンボーン担当だった浜野健太さん、彼が DVD でお願いじゃ体外出してくだされとふざけた格好でタンスから出てくるシーンがあるのですが、 DVD から約10年後の2018年に大河ドラマ西郷どん出井戸博文役を演じ、2019年には同じく大河ドラマ伊達園で演歌歌手役を本当に演じることとなります。次に東京都出身で幼少期をインドで過ごしたドラムの伊藤大地さんはユニコーンの奥田民生さんとくるりの岸田茂さんとの3人で三婦人ズというバンドを組んだり、 YMO の細野晴臣さんとバンドを組んだりと名だたるミュージシャンと演奏し、サポートドラマーとしては木村カエラさんや二階堂和美さん、旗本博さん、V6 さんなどなど数々のレコーディングに引っ張りだこです。2011年に脱退したベースの田中圭さんはバンクーバーの東京オリンピックの CM 曲にもなった徳丸修吾とバンドを組んだりしながら、おじゃる丸のエンディング曲も手掛けたショピンというバンドに加入したり、自身の新しいバンドであるヘイタナカを結成し、さらに舞台音楽や数々のバンドのサポートもこなしています。2002年に脱退した野村拓司さんは星野源さんに最初にバンドに誘われたメンバーで、脱退後もサケロックのサポートとして参加しつつ、ドラムの伊藤大地さんとグッドライクイワというバンドを組んだり、ヒメアノールや森山中教習所などの映画音楽や CM 音楽の制作、星野源さんのソロ活動にも携わっています。サケロックは2人のメンバーの脱退を経て残った3人も各自でソロでの活動が増え始めた頃、星野源さんはくも膜下出血に倒れることとなります。それと同じタイミングでサケロックとして戦うべき場所が見えなくなっていたそうで、また残ったメンバー3人みんな個人で戦う場所ができてしまったと感じ、サケロックとして新しいことができないことにも悩まれたそうです。いろいろな話や見方意見がありますが、星野源さんはサケロックを続ける意思はあったものの、メンバーのソロ活動が忙しくなったのがきっかけでサケロックの解散を決意します。そして2015年のラストライブではサケロックのオリジナルメンバー5人全員が揃い最後の演奏をしました。私事ですが、最後のライブのチケットの応募したのですが、後日抽選から外れましたという旨のメールを見て、渋谷の道玄坂で一人で泣きそうになったのを覚えています。ラストアルバムのさよならを聞いたらなんとなく感じるのですが、いわゆる解散というネガティブな感じはなく、むしろそれぞれの新天地へ行くための最後の作業を思いっきりしたような清々しさというかポジティブなものを感じる作品となっています。そんなさよならは YouTube の PV 動画でも見れるのでぜひご覧くださいませ。この動画の概要欄にも URL を載せておきます。次に星野源さんのターニングポイントについてのお話ですが、最大の転機だったのは日本を代表する音楽家細野晴臣さんとの出会いだと思います。星野源さんはもともと自分の声質に不満があり、ソロ活動も含め自分が歌を歌うことに抵抗があったそうですが、それを後押ししたのが細野晴臣さんだと言われています。細野晴臣さんは昭和後期の日本ロックの草分け的な存在である伝説のロックバンドハッピーユーノーや、世界的にも活躍するあの坂本龍一さんも所属しているイエローマジックオーケストラ通称 YMO のリーダーです。現在でも日本の音楽シーンへの影響力が計り知れない人物、それが細野晴臣さん。そんな細野晴臣さんは星野源さんのことをだいぶ年は違うけど息子みたいな感じかなというほどの関係だそうです。星野源さんの音楽性への影響も大きく、サケロックが解散した2015年に星野源さんが発表したイエローダンサーというアルバムもイエローマジックオーケストラの黄色人種のイエローに欠けているのではないかなと個人的には考えています。1983年の IMO の参加理由も諸説ありますが、各メンバーのソロ活動が忙しくなってきたという理由が大きいとのことで、サケロックと似ているように感じます。YMO は3回から10年後の1993年に再生という名目で一度復活し、3ヶ月ほどで再び事実上の活動休止。その後別名義で3人で演奏したりするも YMO とは名乗らず活動していました。そして2007年に再び復活、サケロックもぜひそんな感じで復活してほしいです。
さて、お次は星野源さんの多様性についての話です。星野源さんは音楽に関する知識も豊富で、昔の音楽から現代の音楽、また邦楽、洋楽問わず本当に幅広い音楽の知識を持つ音楽オタクだと思われます。そのためか他の音楽家との親交が多く、サケロック時代にはゴーイングステリア、銀杏ボーイズの元メンバーである角張渉さんのレーベルの角張リズムに所属し、また先ほどご紹介したソングオブインストゥルメンタルというアルバムの1曲目インストバンドの歌も離れ組さんが歌っていますし、イースタンユースというアニメゴールデンカムイにも楽曲提供したバンドが主催する極東最前線にも出演していたり、その交友関係は語り尽くせず、現在テレビなどでの活躍で見られるいわゆる芸能人の星野源といった感じではなく、本当に音楽が好きだからこそできる関係が、スペシャルサンクス的な関係性が、そういった部分からも生まれているのではないかなと感じました。音楽用では紅白歌合戦に2015年の3で初出場を果たすと、昨年の2021年の不思議まで7年連続出場を果たし、数々の音楽賞も受賞しています。そしてその才能は音楽だけにとどまらず、俳優業でもその才能を開花させており、数々のテレビドラマ作品に出演し、映画でも2014年に日本アカデミー新人俳優賞、2020年には話題賞、2021年には優秀助演男優賞を受賞。また2016年の海の津波先生の漫画が原作のドラマ逃げるが恥だが役に立つで主人公の平正役を演じて社会現象を巻き起こしました。後日同ドラマ内で星野源さんの恋人役を演じていた国民的人気俳優さんと実際に結婚されたことでも大きな話題となりました。まだまだ語り尽くせない魅力を持つ星野源さんですが、これ以上は音楽以外にも話が逸れてしまいそうなので、ご紹介はここまでとさせていただきます。最後に、私が思う星野源さんの特筆すべき感性は、根本的な他人とのズレであり、その世間とのズレた感性をアイデア力と技術力、知力、はたまた人の手を動員することにより現代の社会に落とし込めることができる大変稀有な存在なのではないかなと私は考えています。その原動力にはひねくれたものがあるようにも感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、出来上がったものはものすごく正直で素直な光で輝く作品ばかりです。この矛盾をうまく消化して表現することができるからこそ、社会にこれほどの需要を作り出すことができたと私は思います。それが私が星野源さんから感じた魅力であり、最大の学んだ部分でした。まあお会いしたこともないんですけどね。そんな人間性も素敵な星野源さんが、世界的な人気を誇るフォートナイトという世界で1、2を争う有名なゲームでこの度賞を配信します。この動画を見たあなた様はより深く楽しめるようになっていると思いますので、ぜひご覧くださいませ。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。よかったらいいねやチャンネル登録をお願いいたします。